一日二杯の酒を飲み、魚は特にこだわらず。あ、失礼しました。京都丸竹恵比寿チャンネルの鍋っきーです。今ですね、京都の隣にある奈良県奈良市の方に向かって走っております。で、本日ですね、京都じゃなくて奈良まで行きますが、奈良公園のとこにですね、ございます、川島英吾さんの、ご家族が経営しているカフェがあるっていうことで、今からそちらの方に向かって行っております。で、ナベッキーちょっと先ほどちょっと歌わせていただきましたが、川島英吾さんの代表曲である時代遅れっていう名曲がございまして、ナベッキーね、川島英吾さんの、まあ、大ファンじゃ大ファンですね。もう時代遅れとかね、酒と涙と男と女とかね、むちゃくちゃいいね、歌っておられる方なんですけど、残念ながらもう20年ぐらい前ですかね、47歳か8歳の時にお亡くなりになってるんですよね。で、ナベッキー今ね、49歳なんですよ。だからまあ、もうね、ちょっとまあ、早死にっちゃ早死にでね、すごいね、惜しい方亡くなられてるんですけど、まあそちらの川島英吾さんのご家族が経営している、カフェ、てんてんカフェっていうとこがありまして、そちら今からナベッキー向かって、走っております。で、今、奈良の県境、奈良市に入りました。さあ、てんてんカフェですね。なんか英吾さんの、なんかいろいろと、思い出の品物とかがね、あるらしいんで、すごく楽しみにしています。で、なんかね、なんかワッフルかな?なんかが、なんかなんか名物っていうかね、なんかそのおすすめのやつとか言ってね、そういうのも含めて、すごい楽しみにしています。では、早速行ってまいりまーす。はい、県庁東の交差点をですね、こちら左に曲がります。奈良国立博物館っていうのがね、あります。それをね、こっち今、左折曲がってずっと行ったらですね、夢風広場やったかな?ちょっとね、これ分かりづらいね、ちょっと入り口なんですけど、確かこの辺やったような気がするんやけど、違うかな?間違ってるかな?どこやったっけな?もっと向こうやったっけなぁ。しょ。これ博物館、あ、これですね。夢風広場入り口ありました。な、こちら、入っていきまーす。違うか。違うか。Thank you.
ここはワッフルですね。食事もいけますね。はい。ワッフルやったらおすすめっていうのはどれになりますかね。そうですね。この東大寺若草山ワッフルですかね。東大寺。ほな、この若草山ワッフルをお願いいたします。はい。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。こちら東大寺がもうすぐそこにあるですね。はい、もうそこから抜けたらもう何台もまで1分2分。あ、そこがもうすぐ東大寺ですね。はい、11時半からこちら営業なんですね。はい、で何時までぐらい？基本は4時半とか。4時半。5時ぐらいですかね。はい、ここ奈良公園のすぐ近くにある。何広場やったっけ？夢風広場。このテーゼカフェですね。はい。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、家に帰ってまいりました。今日ですね、奈良県奈良市にございます、川島英吾さんのメモリアルカフェですね、テンテンカフェの方に行ってまいりました。で、すごいね、夢風広場っていうね、なんか奈良の博物館ですかね、前のもう奈良公園ね、東大寺から歩いてもうすぐのところにございます、なんか夢風広場って中にね、ございました。すごいね、綺麗なお店でして、あと川島英吾さんのね、すごいいろんな思い出の品物がたくさん置いてありました。で、ワッフルの方ですね、なんかフランスから取り寄せたなんかワッフルマシーンでね、もうすごい天然酵母を使った生地でサクッとしてふわっとするねワッフルでしたし、他にいろいろとねお食事もありますし、あとキッズメニューも多彩にありました。で、ですね、こちらですね、ちょっと見えるかな、よいしょ、これですね、T シャツなんですけど、なんかてんてんカフェの、ね、入り口にね、鹿が来たんです。鹿がで、その時にね、たまたま撮影しはったやつをこういう風にね、T シャツにしてはるやつで、ね、買ってきました。てんてんカフェのオリジナル T シャツです。これまたね、これ着て、いろいろと YouTube 活動するためにこれをまた着ていく T シャツとして使っていきます。それでは、長々とご視聴の方ありがとうございました。京都丸竹恵比寿チャンネルの鍋木です。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、さよなら。